はい、どうも、モバイルドットコムです。今回は2019年夏モデル大注目機種 Xperia 1と Galaxy S10 Plus を徹底比較していきたいと思います。僕、シェホンと私、ツバキでお送りします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、簡単にそれぞれの両機種の特徴をご紹介しておきます。 Xperia 1は世界初の 4K×UTEL ディスプレイを搭載、シリーズ初のトリプルレンズカメラを搭載しています。ドコモ、au、ソフトバンクから販売がされています。 Galaxy S10 Plus は世界初の HDR プラスに対応した美しいディスプレイを搭載し、 S シリーズ初のトリプルカメラも搭載しています。ドコモ、au から販売がされています。それでは早速それぞれの徹底比較をしていきたいと思います。まずは価格から見ていきましょう。価格差は大きな差はあまりないので、本当にどちらがより自分に合ってるかを見ながら選んでいくのが一番いいと思います。次、デザイン、サイズ、重量感について見ていきたいと思います。はい、個人的に好きなのが Xperia 1、うん、すごい高級感があって、まあ、おしゃれですね、今回。いや、すごい好きって言ってるもんね、うん、すごいかっこいいっていうのと、パープルが久しぶりに復活をしてくれたんで、ここがすごいいいのかなと個人的には思ってます。なるほど。 Galaxy S10 Plus はどうですか？これはホワイトですよね。ホワイト、オーロラみたいな感じがあって、すごい白だけど、ちょっと短くて、かわいいよね、これ。大きさについてなんですけど、Galaxy S10 Plus、これ 6.4 インチのディスプレイを搭載してます。で、薄くて軽いのは Galaxy S10 Plus になってます、今回。Xperia 1は 6.5 インチ。まあ、もう見てもらえれば、縦長になってます。横幅が狭い分、Xperia 1の方が持ちやすさはあります。実際文字打ったりとか操作するのは、Xperia 1ちょっと重心が後ろに来ちゃうので、 Galaxy S10 Plus の方が重心がちょうどいいところにあって、薄いんで比較的打ちやすいは打ちやすい。で、握った時のフィット感は Xperia 1の方がしっかり握れる感じはあるのかなと思います。重さ、 S10 Plus こちらが175g、Xperia 1が 178g と、わずか実は 3g しか今回変わりません。なんだね。そう、3g。でもなんか Galaxy S10 Plus の方がすごい軽く感じる。そう、実際本当に 3g しか変わんないんですけど、多分デザインとかのあれと薄さと、すごい軽く感じるんですよね。そうだね。もちろんこっちも軽いは軽いんだけど、重心とかかな、かもしれないですね。それぞれちょっとスペックも確認していきたいと思います。はい、スペックの一覧はこのような感じになってます。で、ここからのいくつかちょっと抜粋して見ていきたいと思います。 CPU はどちらも同じ CPU 使ってます。はい、スナップドラゴン855、今年 のかなり高性能の CPU、 すごい快適にどちらも動作はしてくれると。で、ちょっと違うところが RAM っていう、メモリです。Galaxy S10 Plus は 8GB、Xperia 1は 6GB を搭載しています。で、これ、結構違うのかっていうのをよく聞かれるんですけど、正直 6GB でも十分、もちろん複数アプリを立ち上げた時に動作が重くなったりしないっていうので、数字が多ければ多いほどもちろんいいんですけど、あんまり大きな差は正直ないのかな。なるほど。ただゲームとかやる人だったら多い方がいいのかなと。で、次、ストレージも実は結構違って、 Xperia 1は 64GB、ちょっと少ない。意外とね。そう、 Galaxy S10 Plus は 128GB を搭載してます。今回の Xperia 1、実は海外版は 128GB が出てるんですけど、国内版は 64GB しか出てないっていう、そうなの、ちょっともったいないところ。 S10 Plus は倍なんだね。 S10 Plus は倍です。先ほどちょっと価格を見てもらったと思うんですけど、Xperia 1の方が実は高い。ああ、確かに。そう考えるとちょっと2倍なんで、このあたりは。ただ安心してもらいたいのは、外部ストレージには対応してるんで、マイクロ SD、 こちらは最大 512GB まで対応してます。組み合わせて使ってもらえれば、よっぽどいいのかなと思います。次にバッテリー、ここもチェックしていきたいと思います。はい、Galaxy S10 Plus は 4000mAh バッテリーを搭載してます。Xperia 1は 3200mAh を搭載してます。ただ結構実は差が意外とあるんだね。そう、あります。ただどちらも実際使ってみると分かるんですけど、あんまり変わらないというか、体感はあんまり変わらない感じがします。結構Galaxy シリーズってすごい高性能なんですけど、バッテリー持ちが比較的他に比べると弱かったりするんで、今回Xperia 1も非常にバッテリー持ち良くなってるんで、3200
本当に同じぐらいなのかなっていう印象を受けました。次、イヤホンジャックがあるかないかの違いが実はあります。Galaxy S10 Plus はイヤホンジャックが搭載されています。 Xperia 1は搭載されてません。なので例えば、ね、音ゲーをされる方とか、うん、あのゲームをされる方、うん、音の遅延が気になる方っていうのはイヤホンジャック多分あった方がいいと思うんで、うん、イヤホンジャックが必要なのかどうかっていうところも一つのポイントってことですね。そういうことです。気になってくる部分だと思うので、うん、ぜひチェックしておいてください。であと、ワイヤレス充電、Galaxy S10 Plus は対応、うん、Xperia 1は対応してません。うん、なるほど。ワイヤレス充電好きだもんね。大好きです自宅に3つあります置くだけで充電ができるんで、まあ、もちろんね、バッテリーへの影響とかっていうのも、うん、そうだね、あったりするんで心配って言われる方も多いんですけど、うん、まあ、僕はどっちかというと利便性を取っちゃうんで、うん、まあ、便利かなと、あった方が嬉しい、あった方が嬉しいですね、うん。でちなみにS10 Plus はワイヤレスパワーシェアっていうのが対応してます、うん、Galaxy S10 Plus からワイヤレス充電対応のスマートフォンへ充電が可能になります。それでは次にそれぞれのカメラ性能を比較していきたいと思います、はい、ちなみにカメラの性能それぞれこんな感じになってます。実際ちょっと取り比べたものがありますので写真を見ていきましょう。どちらもオートで撮影しました。風景写真から見ていきたいと思います。撮影時夕方だったのでちょっと西日が出ていました。でどちらも綺麗だと思うんですけど、はい、Galaxy S10 Plus の方がコントラストがすごいはっきりしていて、うん、西日の感じがしっかりと出ているのが多分わかると思うんですけど、うん、で Xperia 1は全体的に明るいレンズ搭載してるんで、うん、明るくすごい綺麗に撮れている印象を受けます、うんうん、次に望遠レンズで撮影した写真見ていきたいと思います。どちらも比較的綺麗に撮れてるんですけど、うん、パッと見て印象的に切り取っているのは S10 Plus です。次、超広角レンズで撮影した写真を見ていきましょう。これは明らかにちょっと全然違う印象の写真が撮れてます、うん、全然違う。 S10 Plus の方が撮れる範囲が広く、うん、歪みが少ない、うん、確かに、うん、Xperia 1はちょっと特徴的で魚眼レンズのような感じの写真が、うん、そうだね、はい、撮れます。使い方によっては本当面白い写真、ね、遊び方できるんじゃないかなっていう感じで、これ好みはちょっと分かれるかなと思うんですけど、うん、どちらの超広角カメラが好きかというところも選ぶ一つのポイントに多分なると思います、うん、私はこれは S10 プラスがいいかな。僕は魚眼レンズの方が好きなんで、うん、なるほど、 Xperia かなという感じですね、うん、好みだね、好みです、うん、次に料理、S10 プラスは比較的温かみのある色味を表現してくれて、うん、Xperia 1は自然な色味に映してくれるような写真になってます、うん、確かに自然。温かみがある方が料理が美味しく見えると言われていて、うん、まあ、ちょっとね、やりすぎな感じはっていう人には、うん、そうね、これも好みが多分あると思うんですけど、うん、僕は S10 プラスの色味が結構料理は好きなんで、うん、ちょっと私はやりすぎ感が嫌いそうですね、まあ、っていうのも本当好みがやっぱあるのかなと、うん、夜景、うん、見ていきたいと思います。どっちも綺麗ですよね。これもう本当にどっちも綺麗で、うん、まあ、本当さすがね、どちらもハイエンドモデルって呼ばれるだけのことはあるなって思ったんですけど、うん、光の感じの表現の仕方が違うというか、うん、Xperia の方は明るさを表現されていて、うん、なんか S10 Plus の方は明るさの中にも暗さをちょっと表現してるっていう感じがします。ただどっちがいいかって言われると難しいぐらいそれぞれ綺麗だよね。本当どっちも綺麗なんで、うん、もうどっち選んでいただいても多分綺麗に撮れると思います、うん、はい、はい、次じゃあインカメラ、Galaxy S10 Plus はデュアルカメラを搭載しています。 Xperia 1はシングルカメラを搭載しています。まあ、パッと見て分かるのは多分画角の違い。そうですね、私の腕まで入ってるのがもうより分かりやすいんですけど、うん、Xperia 1の方が画角が広くて、はい、で案外 Galaxy S10 Plus のカメラ、インカメラって、うん、画角が狭くて、ね、で広角にも切り替えができるんですけど、うん、広角に変えても Xperia 1の方が画角が広くなってるんで、うん、実際使ってみて感じるのは、うん、Xperia 1の方がインカメラは使いやすいのかなと。そう、画角を選ぶんであれば Xperia 1かもしれないけども、ただ顔とか髪の毛の細部まで収めれるっていうのは S10 Plus の方がやっぱり綺麗なところはあるので、うんうん、どっちを選ぶかでもね、本当に難しいところですこれは、うん、それではちょっとカメラのまとめをしていきたいんですけど、S10 Plus のカメラは比較的誰でも使いやすくて、うん、どんなシーンでも対応できる万能なカメラを搭載しているような印象を受けました。
で、Xperia 1は魚眼のように撮れる超広角カメラや瞳オートフォーカスがあるので、動きのある人とか、例えばあのお子さんなど撮る時にも使えるカメラで、あのカメラ好きな人やカメラで遊びたい人にもおすすめできるようなカメラになってます。最後にどちらがいいのか決めるのであれば、僕個人的な意見では S10 プラスなのかなと僕は思ってます。ただもちろん人によって使うシーンや使い方は本当に様々だと思うので、一つの参考になればいいなという思いでお伝えをさせてもらってるんですけど、まず僕が Galaxy S10 プラスを選んだ理由っていうのが、ワイヤレス充電は基本的に日常的に超本当に使ってるっていうのと、また薄くて軽くて操作がしやすいっていうところで、今回僕は Galaxy S10 プラスの方がいいのかなと思ってます。Xperia 1の超縦長ディスプレイは綺麗で、2画面表示の際にもとても魅力的ですが、単純に日常的に操作しやすくて扱いやすいのは S10 プラスなのかなと思いました。カメラについてはオートで撮影した時の写真の色味が、コントラストが効いてるのね。そう、あの S10 プラスの方が効いてて、しかもあのワンタッチで簡単に切り替えが、標準超広角カメラ望遠と切り替えができるんで、 Xperia 1は何度かタップしないといけないので使い勝手がすごい良かったです。あとあの普段使ってる機能で Xperia 1のサイドセンスよりも S10 プラスのアップスエッジの方が出しやすくて使いやすかったです。あ、そうなんだ。そう、あの意外と使っていると Galaxy S10 プラスの方が使いやすくて、どちらが好きかって言われたら Xperia 1を取ります。ただどちらがいいかって言ったら S10 プラスといった感じ。好きなのは Xperia 1だけど、どっちか選んでって言われたら S10 プラスかなと。なるほど。すごい難しいところ、ね、そうなんですけど、今回は完成度的には S10 プラスの上だったのかなと思います、以上が Xperia 1と Galaxy S10 プラスの比較でした。もしこの動画がよろしければグッドボタン、いいねもよろしくお願いします。ブログ、 Twitter、 Instagram もやっています。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。